爽やかワーク中央、はい、浅草橋のそばですよね。そうですね、はい、で今年もたくさん作って持ってきました。今年はどんなものを作ってきました？アンバンドね。僕が作りました。僕が作りました。僕も作りました、はい、うわー綺麗。それいくら？600円。600円のアンバンドです。はい、キラキラしてるのが今風だよ。そうですね、どうかと思いました。あの教えてもらってるんですけど、うん、爽やかタオル、私が作ったのね。あ、作ったの。私がミシンをかけたのね。はい、はい、こちらはずっとあの永遠の商品のクリンクリンです。あ、これ助かってる。進化していろんな形になってます。これ便利なんだよね。はい、です。はい、いらっしゃい。いらっしゃい。はい、何売ってるの？何売ってるの？これは訪問販売って言って、うん、なくなったもの、うんうん、おみんなで作ったものを売ってます。そう、それなんだろう。ちょっと見せて見せて。それは何？これはクリンクリンって言って、タワーチもいらない、センダーもいらない、タワーチです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ買ってください。これ洗剤が少なくていいんだよね。はい、あのヨーロッパじゃエコで今流行っております。はい、350円です。はい、あと何があるの？見せて。あと何が？見せて。ここ行っていいですよ。はい、はい、置いていいよ、はい、置いていいよ。はい、はい、一回みんなが作ってるとこ取材に行きたいな。そうですね。ねえ、ねえ、あのボランティア区民活動センターに吉山さんが来てくれた。そうでした。覚えてます？はい、吉山さん。私石山です。ね。でよくよく吉山さんどっかで見たなと思ったら、爽やかオールスターズで踊ってた人じゃないかなと。そうかそうか。吉山さんは、あ、そうそう、あの指揮取ってたんですよ。指揮取ってた、そう、指揮、あ、踊ってたんじゃない、指揮取ってたんだよね。どっかで見た人がボランティアセンターに来たぞと思ったら、そうかそうか、ここからだったんだよね。